はい、どうも皆さん、こんにちは。動画ぶとつです。このタイム動画再生していただきありがとうございます。この動画はアニメリアクション動画となっております。必ず今回取り扱うアニメ本編をご覧いただき、一緒に再生してお楽しみください。ということで、今回は隠し事、こちらの第10話見ていきたいと思います。皆さんも録画しているもの、もしくはビデオオンデマンド使ってお楽しみください。僕は今から放送されるものを見ていきたいと思います。C 名をカットして使っていきますので、もし微妙なズレがあった場合、タイムコードに沿って再生しても微妙なズレがあった場合は、必ずこのモザイクを見てもらって調整の方をよろしくお願いします。では早速行ってみましょう。第10話のタイトルは合図で伊豆なんだね。姫ちゃん可愛いよね。アルフォートじゃん。かわいい。かわいい。こう。かわいいなぁ。おう。あ、まだ終わってないのね。頑張れ。おう。素晴らしい。頑張れ。心配してる。ああ。早速。こう待たれんのってプレッシャーだろうな。ファイト。コピックあるわ。都合のいい。テスト前とかもそうだよね。みんなまだ平気、まだ平気でね。今回は伊豆に行くのかな。てかさっきちょっと話そうと思ってたんだけど、伊豆っていうのをさ、合図って書いてるじゃん。もうあれ完全にあれだよね、桂正和さんのあっちな合図っていうさ、もう前の、昔の漫画があるんだけど、そこから撮ってるんじゃないかな。前回もね、4月は君の嘘からパクったようなタイトルだったし、この作者さんかなり攻めてるよね。まあ昔から結構そこら辺すごい、なんて言ったんだろう、ネタとか面白くするようなの得意な作者さんだからね。けどこんな隠し事みたいな、こういうなんていうか、ちょっと繊細なセンチメンタルな作品を書く作者さんだとは思わなかったな。僕がもう知ってるのは本当に南国少年アイスホッケー部だったっけな。とにかく子供の頃やってた作品だったんで。てかそう考えるとすげえな、この人。この隠し事の原作者は、もう24、5年は、俺が知ってる限り、漫画業界にいるね。素晴らしいね。頑張ってるわ。さあ今回はどうなるかな。ラスト数分もね、注目して見ていきたいと思う。まだあのチョコのこと。備蓄とか言うんか。ほう、なんだカニ。カニだよね、これ。なんで、なんでカニ？荒木くんの声優だから。言われたくないやつだ。いいですね。かわいい。ロクくんかわいい。あ、これだ、これで当てるんだきっと。僕検証の動画も上げてるんですけど、僕もこういうくじで当たったのが最初きっかけで始めましたね。素晴らしい、おめでとうございます。
おお、あ、出ちゃん。うんうん。適当すぎる。もう姫パワー。姫ちゃんと旅行行きたい一心だからね。おお、おめでとう。お前、すげえなこいつ。まあやりかねなさそうだな。ある。イーズイーズ。わ、なんか嫌なやつ。ムカつく。嫌なやつけど大好き。ほほほ。なるほどね。はあ、はあ、つってなって。大変だね。わかるわ。なんか俺も昔ちょっと24時間やってるような仕事やってたからな。いつでも連絡来たからな。それは？旅行行こうよ。ああ。おーおーおーおお、クッキングの人みんな揃っちゃってるじゃん。モテてる。かわいい。姫ちゃんみたいな娘欲しい。直そう。いちいちかわいい。バレた。またかに。これみんな来ちゃうんじゃないの。あー、なるほど。治る。おいおいおい、みんなけどいい人だね。やばくね。怖い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 。耳なし法一かよ。違うよ。違う違う違う。いや死なないって。そう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 だよ。ああ。ここの恋路はどうなるの。あるの、描かれんの。
こういう体調不良だとあれかな、取材とかでいいんだ、書いちゃうこともあるんだね、嘘も。これ一緒の部屋で寝てるから姫ちゃん大丈夫かな、この後。結構そのパターンあるじゃん、漫画とかアニメでさ、彼が治ったら彼女がかかっちゃうみたいな。うわー、めっちゃ増えてる。かわいい。すごいコントラストだね。え、ミス結婚成就。もう人のじゃんこれ。結婚成就。いいよ。二人とも元気だ。よかった。旅行行きてー。旅行行きてー。あー、ワンポの宿。カンポみたい。六。二。はあ、はあ、切ない。うん、おー、へー、すげえいいとこ当たったね。ん、なんだ。ん？あー、その印象を作ったのはなんかテレビドラマとか小説なんじゃない？シャラポ？え？誰か来てんのか。うん、誰もいない。怖い怖い。うわー、やばい。そっち俺も無理だわ。あー、あ、ここどうするんだろう。これ海外の人とかこんなの見たら結構おいおいみたいになりそうだね、ツッコミ。家族風呂。違う。あっ！いいじゃん、みんな揃って。今さ、その繋がってるとこなんてないよね。俺が子供の頃はまだあったけど。え？早い早い。早いな。お父さん。漫画家お金あんな、やっぱ。ここ気になる。うん。聞いてくれんなよみたいな。上。いつのバジリコ。踊り子が。大丈夫？カニー。ロクもいる。
タイトル言ってる、アニメタイトル。やめてくれよ、隣の席で子供いるのに。昼顔これもわかんねえだろうな、海外の人。いいの？はそこら中どう見てもチワワじゃない。もういいじゃん、愛着湧いたら。そうだよ、反対反対。俺も雑誌でも何でもいいと思うけど、可愛き。いやいや、夫婦なら気づくだろ。やばいやばい、お父さんは言えない、実は漫画家でしたなんて。おいおい、ダメだろ。お前もコックさん。ありそう。うわー、何もない。トップシークレット。ノーノー。変な宗教みたい。大丈夫？あの部屋、バジリコ、バジリコルーム。ほら、いやそれならいいじゃん、逆にすげえじゃん。売りにしたら人来るきっと。どんだけアニメタイトル言うねん、シャラポワさんよ。どう見ても日本人だろ。川端ね。昔の文豪はなんかカリスマ性があったよね。こういうとこで書いたりしてたからかな。いや見えちゃってるじゃん。バカ。おお、すごいね、髪型、ヘアスタイルが。怖っ。隣どうなってんだ。やばいやばいやばい。あの札がやばいわ。ん？マスクしてんのふうに見た。おお、言わない方がいいよそういうことは。どういう神経してんの、すげえな。あ、先生、お父さん。
絶対ほらほらほらもうくっきりバッチリいやマジでいいねをストーリー最高だね。お父さんだけどね。いいね、姫ちゃん足届いてないね、かわいいね。お母さんか。もうめちゃくちゃやばいでしょ数。なるほど。ネットに載っちゃってるじゃん。まあ先生だからね。シリアスパートか。ああ。何があったんだ。まあ、それは今バレちゃったね、これでは。そう、そこそこ。前回ね、消えた漫画家とかになってたからね。何があったんだ。なんで？どういうこと？どういうこと？今の。何？何か事件が起きたってこと？自分が書いた作品の影響で何かが起きたの？それとも自分の周りのその何か悲しい事故が掘り起こされちゃったってこと？そのお母さんとか関係あるのか分かんないけど。わからん。もうこの落差ね、すごいよね。まあけど12話までで終わるっぽいから、もうあと2話で、あと2話で終わるんだ。どうなる？まだわからないってさ。それとも僕の何理解力が浅いのかな。いやー、まあけど今回もね面白かったっすね、旅行会。姫ちゃんのくじの引きの強さね、あやかりたいっすよ。僕も頑張りたいんで検証は。いやー、てか何が起きたんだろう本当。お父さんてか お父さんってか先生ってか、なんて言ったらいいか分かんないけど、無事なのかな。そもそもどっか行っちゃって消えちゃっただけなの、姫の前から消えただけなのかな、それとも何か。いや、それはないよね。まあ消えたんだろうな。あー、というわけで、まあちょっと続きがねまだまだ気になってミステリアスな部分が多い作品です。まあ、前半はねいつも通り本当笑って楽しく過ごせる感じなんだけど、本当後半の部分がね分からない。分かってる人はどうなの、原作知らないでなんかもう理解した人とかいるんですかね。ぜひなんか推測とか自分の考えがあったら、コメントなどもらえたらと思います。というわけで引き続きね、各仕事11話また見ていきたいと思いますので、チャンネル登録高評価コメントなどよろしくお願いします。はい、以上動画ぶっとつでした。バイバーイ。